はいどうも、お初の読みに隠れます、地球上のすべての生きとし生きるものの嫌われ者キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですねお送りさせていただきますタイトルはこちら、狼絶景版というわけでして、今回で動画本数的に言うと、17本目というわけでして、今回もね頑張って、やらせていただきたいなと思います。で、自分ですね、ゲームの腕前がね、めちゃくちゃド下手なので、奇跡的にもね、こちらの動画をご視聴くださっている方の中でね、そのせいで非常にご気分の方を悪くされてしまう方もおられるかと思うのですが、そこはどうか、長い目でね、ご容赦いただけたら幸いかなと思います。いずれにせよ、ド下手はド下手なりに一生懸命頑張って、ご視聴くださっている皆様にね、少しでも楽しいな、面白いなと思っていただけるようにね、頑張ってやらせていただきたいなと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。で、今回、狼はやらせていただくときですね、毎回ノーマイクでやらせていただいておりますので、今回もノーマイクでやらせていただきたいなと思います。またね、終わりしないに、ご挨拶の方をさせていただきたいなと思いますので、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。で、今回ですね、前回の続きで、今これ、なんかね、空中にこうね、ピコンピコンってプカプカ浮いてるね、陰籠のようなものがあるんですが、これですね、これで、なんかね、八犬士だかってね、八匹のワンちゃんをこれで探すっていうミッションを今やってる最中で、で、前回ですね、確かね、この近辺で、4匹くらいは見つかったと思うんですよね。で、そしたら、例の相棒の、ちっこいね、一寸がね、一回、その姉ちゃんのところに戻ったらどうだって言って、姉ちゃんっていうのは、この、前回ね、ミッションで出てきたキャラクターなんですよ。名前ね、伏姫っていう名前だったと思うんですけど、一旦ね、その伏姫のところ戻ろうやっていうことなので、これから一旦ちょっとね、その伏姫さんのところに戻って、ね、また先へ進めるということです。では、また後ほど、推薦、バイバイ。
Thank you.
You are here.
Thank you.
はい、というわけでして、今回ですね、気にも良さそうなので、この辺で、終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださりましてお疲れ様でした。ありがとうございました。いや、今回もですね、なかなか面白かったんですが、まさかね、初剣士のあの犬っていうかあのワンちゃんとね、またまさかやり合うことになろうと思ってなかったんですが、ちょっとね、今行き詰まっちゃったんで、この後ね、ちょっとネットでどうすればいいのか調べてみようかなと思います。それでね、また次回やらせていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。でですね、自分ですね、これ以外にシリーズ動画ですね、いくつか出させていただいておりまして、サイコブレイク2、ウィッチャー3、ワイルドハント、ファイナルファンタジー15と、あと、シーンですね。それから、あと、ザ・シルバーケースと、やらせていただいております。で、それ以外にですね、ブロードキャスト配信なんですが、アサシンクリード、オリジンズなどもやらせていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいに動画を、アップさせていただくにせよ、必ずですね、事前に、ツイッター等で、ご報告を、ね、させていただいておりますので、毎回ですね、動画説明欄に、自分がやらせていただいております、各種 SNS の URL ですね、このリンクを貼らせていただいておりますので、お気の方がお気になりましたら構いませんので、もしよろしければぜひ、チェックの方をされてみてくださいませ。よろしくお願いいたします。で、ですね、今回ですね、冒頭なんでもね、ちょっとお話しさせていただいたんですが、自分ですね、本当にゲームの腕前めちゃくちゃドヘタなんですが、そんなね、自分みたいなのでもいいなと思っていただけたらでね、構いませんので、もしよろしければチャンネル登録、あと動画の高評価等をぜひよろしくお願いいたします。本当にチャンネル登録でね、動画の高評価等をいただけると、ものすごくね、幸せな気持ちになるっていうか、すごく嬉しいなって感じなので、もしよろしければ、ぜひお願いいたします。というわけでして、今回、視聴者詳細キモイマン37がお送りさせていただきました。オオカミの絶景版、動画本数的に言うと、17本目ですね。これで終了させていただきたいなと思います。改めまして、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださりまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。ではまた次回、18本目ですね。皆様にお会いできることを楽しみに、今回はこれで失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。